今から Zoom で背景を変える方法と、えっと、ミラーリングを解除する方法をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。まず背景なんですが、まあ、今、後ろ白い壁、壁ではないんですが、こうなってるんですが、ここを変えていきます。こちらのビデオ設定から、バーチャルバックグラウンドを選択を押しますと、ここですね、仮想背景を選択しますと出てます。 で、えーと、好きな画像、デフォルトで3つは入っているんですが、例えばこれにしまして、ここですね、あそう選択をすると、ですね、ここに背景の色を選択してくださいと出るので、これを押した上で、ここです、ここを押した上で、背景の色が今、白ですということを指定してあげます。ちょっとこんな感じで、ただですね、これだと、私の顔が今、ちょっと白目だったからか、こういう風に。 こうなんでしまうので。これがいい。ね、これがいいね。はい。できれば、ブルーバックを、ブルーバックじゃなくて、グリーン、グリーン背景ですね。買って、の後ろに敷いてしまうのがおすすめです。ちなみに、えっ、ー、と、グリーンの、グリーン、緑色の布のやつは、そんなに高くなくて、1200円ぐらいかな。この地球がいい。あと、えっ、ー、と、ホームセンターでアクリ、アクリルだったかな、ね、こういう。板を買ってきている人もいました。はい。 でまあ,これあの例えばこういうスライドを用意した方とかは、まあ、こういう風にスライドを JPEG で読み込んでおけばここに指定できますで。読み込み方法はこちらのプラスボタンを押して自分の、えー、と例えば画像ですねあると思うので「開く」を押すとそうです,、ね、すごい変,変になってしまいましたけど。はい あの設定をすることができます。まあ好きな背景ですね。設定していくことができます。はいでした。はい。そしてですね、ミラーリングを解除する方法もやっていきたいと思います。見づらいのでこうしましたね。はいで。えっとまたビデオの設定を押して、えっとビデオ設定に行きます。地球がいい。地球が良かった？<laughs> えっと前ビデオをミラーリングします。おこのようにここを押すだけです。 ちょっと反対になりました。なりましたね。はい。これで、あのー、文字をやったときに反転をしてしまうというのも、あの、改良できるかと思います。はい。息子がおります。はい。以上、わかりましたでしょうか。また質問お待ちしてます。バイバーイ。